ご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アドナファミリーでーす。本日は我が家、千葉県にある豊島屋弁当のチャーメンを食べてみたいと思いまーす。以前からね、ちょっと前からしてたんですけど、食べたことがなかったんですよね。で、結構ね、有名で。先日テレビで。そう。放送してて、うん、ゲストの人たちも、やたら美味しい美味しいっていうことで、まあ我が家は単刀直入に、はい、まあ嘘隠しなく、うん、美味しいものは美味しい、うーんなものはうーんということで、はい、お伝えするということですので、はい、実際に食べてみたいと思います、はい、それではお弁当の方ご紹介したいと思います、はい、行った時ちょうどあれなんでね、なくて作っていただいたという、はい、数が足りなくてね、そうそうそう、作っていただいたという形になります、はい、はい、じゃあそれではね、チャーシュー弁当、はい、チャー弁というやつですね正直豊島屋弁当っていうこのお弁当屋さん自体のお弁当は食べたことあったんですけど、このチャーシュー弁当っていうのは食べたことなかったですね。よいしょ。わ、めっちゃいい匂いする。わ、ほんとだ。まあまあオーソドックスですよね。あ、いい匂い、ご飯の上にチャーシューが5枚、うん、結構厚さもありますね。蓋とおしんこがちょっと、そう、ちょっと乗ってるね、だけのお弁当ですね、はい、本当にダイナミックというか、うん、シンプルだね。チャーシュー弁当シンプルでも美味しそう。いい匂いでね。パパさんはここのね、鶏弁当ってやつがあって、うん、その鶏弁当が大好きだったの、うん、でよく昔食べてたんだけど、最近ちょっと食べなかったんだけど、うん、なんか聞いたところによると、味付けがその鶏弁当とこのチャーシュー弁当と、うん、あとイカ弁当の味付けが一緒だっていうことなんだよね。だからね、多分美味しいんじゃないかと思います、はい、まあこれはもうね、正直に食べた感想いきたいと思います、はい、で、良かったのがね、この味噌汁、味噌汁これ一杯、お弁当1個につき1杯なのかな、そうそう、無料ということで、うん、はい、そうです、いただいて、ま、いいね、いただいてきました、はいはい、値段税込みでいくらだったっけ。698円ですね。698円、まあ普通の何他弁から比べると、うん、若干高めかなっていう部分があるんだけど、まあこんだけ厚いチャーシューも入ってるし、うん、あとは味次第、そうだね、ということで、ね、はい、それではいただきます。いただきます。まずチャーシューの厚みを皆さんにね、はい、まあ、大体平均的な、うん、ママさんのこれやたら厚いけど、まあ平均的な厚さというかこんな感じですね。1枚がよいしょ、こんな感じで、うんうん、厚さがこんな感じですね。割り箸とほとんど一緒ぐらいの厚さって言ったらいいのかな、うんうん、はい、すごいね。早速いただいちゃうと思う。なんか匂いがね、うん、いい、めっちゃ美味しそう、うん、こうなんつうの、醤油の甘だれの匂いっていうの、そう、うん、な感じですね、うん、はい、あとちょっと焦がしたような匂いもしてくるね。いきます。あ、いい匂い。うん、これはうまいわ。うん、うん、あ、おいしい。なんか思ってたより、なんていうの、ボロボロに柔らかくはないんだよね、うん、だけど、うん、肉の硬さはしっかりあって、うん、うん、味が、うん、でもシンプルだな。なんか醤油ベースで煮てあるみたいな、うんうん、そんな感じ、うんうん、これはシンプルだと思う、うんうん、なんか俺は醤油と砂糖とみりんちょっとぐらいの味しか感じないんだけど、うん、そんなもんだと思う。なんかそんな余計なその複雑なこの何、うんうん、味付けじゃないような感じするな、うんうん、シンプルイズベスト、うんうん、でもパパさんはこの味好きかもしれない、うんうん、美味しいもん。うん、ラーメンのチャーシューとか正直苦手じゃない、ママというか、ゆかは、うん、なんか臭いもん、うん、これそんな臭みない、全然わかんないけど俺、全然ない、うん、ない、うん、ないわこれ、うん、美味しい。このチャーシューが結構しっかりしてるね、うん、美味しいね、うん、なんかがっつり食べたい時のご、うん、お弁当って感じする、うんうん、そうだね、お腹ペコリンコの時に、うんうん、だからほらお客さんが、うん、まあ11時半ぐらいだったんですけど、うん、お客来るお客さんが
みんな男性ね、女性がいないの、ね、うん、よかったね、うん、で気になったのがあの店内のあの本ね、まさしく男性向けの本しかないんですよ、うん、パパさん見ちゃって気になっちゃってまあだからやっぱり本当もう狙いは、うん、もう男性をターゲットにしてるって感じだよね、うんうん、本当だね、うん、チャーベンインマヨネーズみかりマヨラーだからね、マヨラーそうマヨネーズはねビー、おー、結構やるねいい、大丈夫、これ伸ばせばさ、結果伸ばせばね、そういやだけどね、意外だったのが、ママさんとゆかりんが美味しいって言ってたのが意外、え、美味しい、美味しいよ、美味しいよね、だって苦手なのに、うん、チャーシュー、なんか、うん、肉の臭みがあるものってあるんだけど、うん、その臭みがないし、うんうんうん、なんて言うんだろう、油ある部分があるけど、うんうん、比較的、うん、パサ、うん、パサパサって言ったらあれだけど、うんうん、なんていう、脂身が少ない、うんうん、少ないよね、お肉使ってるから、うんうん、チャーシューでも結構さっぱりめに食べれるっていうのかな、うんうんうん、で味付けが濃いからちょうどいいバランスが取れてるんだろうね、うんうん、だからうまいわ、うん、違うんだって本当に美味しいんだってマヨネーズ本当に美味しいの、わかるわかるわかるこれはうまい、美味しいよね、うん、マヨネーズ入れるとどう、もう神レベルになってるどうやばいよ、もう神レベル言ってる、もう神様、あ、本当に、うん、神レベルまで行っちゃった、天まで登った、もう行っちゃったってよやばいね、あ、ほんとそこまでうまい、やってみて、いや、分かってるよ美味しいの分かる、これの味にマヨネーズは絶対合うのが分かる、うん、なんて言うんだろうなこの、分かるかな、やばい、顔がね、幸せレベルになってきてます、もうもうやばい、これね、わかる見てても顔がね、幸せレベル、うん、大谷のいちごビュッフェ、うんうん、あの時の顔になってきてるからいちごケーキのね、うんうん、あの感じなんかね、うん、このご飯とお肉だけだと結構ガツンってくる感じするじゃん、うん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 、だけどそれをマヨネーズつけるとそれを調和してくれて、うんうんうん、なおかつそれをまろやかにしてくれるの、うんうん、マヨネーズは、あ、ほんと、うん、ちょっとマイルドというか、そう、間違いなく美味しい、これやばいわ、うん、なんだろう、なんか美味しいんだけど、うん、なんか一味足りないような味っていう、うん、わかる、うん、だからまた食べたくなるような味なのかな、あの札幌一番みたいなもん、うん、札幌一番の味噌ラーメンとか、うん、そう、やっぱりね、何がいいって言うと、やっぱりシンプルイズベストで素朴が一番いいってことなんですよ、うんうん、そこなんだよね、なんかそんな感じしない、うん、そんな感じする、だから自分の好きなマヨネーズかけるともうパーフェクトになるって、そこなんだよ多分、うん、あー、何かじゃあね、好きなものをね、うん、うん、いや、あのテレビのね、うん、ゲストが、うん、ちょっと大げさに言ってんなって思ってたの、うん、俺テレビ見ながら、うんうんうん、すんごいうまいとかってやってたから、うん、ね、そこまではないだろうっていうのがあったんだけど、うんうん、いや、うまい、うん、本当に美味しい、これは、ね、嘘じゃなかったんだね、嘘じゃない、あれはね、うん、オーバーリアクションかなと思ったけど、ね、そうじゃない、うん、でテンションが上がり気味になってきてるってことは、うん、やっぱそうなんですよ、美味しいってことだよね、うん、もう一個お弁当買ってくればよかった足りない、足りないの、みんないっぱい食べるの、ママさん、うん、だって美味しくない、何その、じゃあ、なんでそんないっぱい食べるの今日、逆バージョンにしてあげる、あ、なんでそんなにいっぱい食べるの、だって俺期待してたんだけど、パパはすごく美味しく食べる、ゆかりんとママさん苦手、うん、半分しか食べれない、うん、パパの頭の中ね、うんうん、あとパパは2個分食べられる、うん、パパは1個食べる、うん、ママさん半分、ゆかりん半分しか食べない、うん、そうすると、うん、分かるでしょ言ってる、うん、パパさん2個食べて、うん、ママさんたち半分ずつ、うん、こんな感じでパパさん描いてたんだけど、うん、結構食べるのね、うん、ごめんね、がっつり食べるのね、はい、絶対食べれないと思ったんだけど本当に冗談抜きで、うん、なんだこれはゆかりんと、うん、ママさんは絶対食べないと思った、いやーこれはびっくりだな、美味しいよね、うん、結構食べるのね、うん、あ、それ気になるのね、うん、ごめんね、うん、
あ、じゃあ本当食べると思わなかったんだ、うん、ママが。ママいつも食べないもんね、うん、ましてや絶対こういうチャーシュー弁当なんて絶対食わないと思った正直言って、ね、うん、だからそういう意見も欲しかったのよ、うん、欲しかったっていうかそういう意見も聞きたかった。うんうんうん、苦手とかね、ラーメンのチャーシュー苦手な人が食べてると、うん、やっぱり苦手だったっていう自識になるんじゃないかと思ってたんだけど、うんうんうん、なんかどうやらそうじゃないらしい。ラーメンのチャーシュー嫌いでもこれが美味しい。あ、そう、うん、本当に美味しい。あ、結構がっつりくるのかな。量的には大してこないんだろうけど、お肉が厚いからだね。肉が厚いからだよ。お腹いっぱいになってきた、ね、うん、いやいやいや、それだけ食べればなりますよ。お腹がいっぱいになるのは当たり前です。うん、はい、結構食べてる。結構食べてます。1つ食べてパパの中で2個食べる計算だったから2個食べてないやつ、うん、まあね、はい、全部食べ終わりました。はい、完食です。いや、完食です。まあ率直な意見としては、うん、とにかく美味しかった。美味しかった、美味しかった。もうただそれだけ。はい、ね、万人受けしそうな味だね、うん、なんか香辛料とかも効いてるわけじゃない、うん、あ、そう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 、うん、癖がない味で、うん、ただびっくりしたのがチャーシュー、ラーメンの中に入ってるチャーシュー嫌いが、うん、ママさんとゆかりん、いつもラーメン食べに行くとパパさんのところにみんなチャーシューが来ちゃうんだけど今回もそれをちょっと期待してたんですけどあんまり来ませんでした。多少来ましたけど、あ、これダメっつって下手すると3分の1ぐらい食べてもうパパさんのところに来るかななんてちょっと期待してたんですけど全然期待外れでした。見事に美味しく食べてました。美味しかったね、うん、美味しかったね、本当に美味しかったね。まあテレビでやってたのはちょっと大げさじゃなかったというので、うん、今回はねえ、ねえ、うん、そういう結果になるとなったということで、はい、はい、じゃあリピありの方は挙手をお願いしたいと思います。せーの、あ、3人とも、うん、リピありあり、リピありあり、うん、ありだよね、あり、これはまた食べたいね、食べたい、ね、違うお弁当にも挑戦してみたいね。あ、違うお弁当もね、うん、今度またイカフライとか鶏飯とか、うん、そうそうそう、食べてみたいなって思った、うん、いろんなお弁当があったからね、うん、それもいいかなと思いました、うん、はい、それではママさんお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。豊島屋弁当のチャー弁うまかったな。1個ありました。うまかったなでしたとかじゃないんだ。俺もそこ来るから。そうそう、だから待ってた。待ってた。ママさんっぽくていいよね。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。千葉のチャー弁気になった方はぜひグッドボタンで応援とチャンネル登録お願いします。お願いします。アウトドアファミリーインスタツイッターやっております。下の概要欄から飛べますのでフォローお待ちしております。お待ちしてます。サブチャンネルのアウトドアファミリー自由帳も同じく下の概要欄にございます。チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。